アドラーはパズルのピースを持っているが、自身もパズルの一つだとは気づいていない。その答えにはたどり着けないだろう。奴から施された慈悲への返礼をしてやる。俺はリバース島でノバ6の製造を任されていたクラフチェンコ大佐直属の部下として、それは忠実に仕えていたよ。アメリカ人に見つかるまではな。それがラセル・アドラとの最初の出会いだ。やつは俺を屈服させられなかった。上官に伝えろ。ウィーバーからの返礼だ。リバースが傾いた責任を問われ、クラフチェンコに収容所を送りにされたが、そこで典刑を受けたのだ。やつはあんたを誘ってる。だろうな。だがやつを止めねば人々が死ぬぞ。やれ。なんてこった。やつはまたノバ6を。皆殺しだ。だがアドラーは俺がやる。